書である本であるマラキ書。マラキ書一章の六節より十節まで読みます。一章の六節より十節まで。よろしいですか？旧約聖書1327ページ。では声出してどうぞ。子は父よ、しもべは主人を敬うものだ。しかし私が父であるなら、私に対する尊敬はどこにあるのか。私が主人であるなら、私に対する恐れはどこにあるのかと、万軍の主はあなたたちに言われる。私の名を軽んじる祭司たちよ、あなたたちは言う。我々はどのようにして皆を軽んじましたかと。あなたたちは、私の祭壇に汚れたパンを捧げておきながら、我々はどのようにしてあなたを汚しましたかという。しかし、あなたたちは主の食卓を軽んじられてもよいという。あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか。足が傷ついたり、病気である動物を捧げても悪ではないのか。それを総督に献上してみよう。彼はあなたを喜び受け入れるだろうかと、万軍の主は言われる。今、神が恵みを与えられるよう、ひたすら神に許しを願おうがよい。それは、あなたたちが自ら行ったことだ。神はあなたたちの誰かを受け入れて、くださるだろうかと、万軍の主は言われる。あなたたちのうち誰か、我が祭壇にいたずらに火が転じられることがないよう、塔を閉じる者はいないのか。私はあなたたちを喜ぶことはできないと、万軍の主は言われる。私は支え物をあなたたちの手から受け入れはしない。アメン。随分怒ってらっしゃいますね。祈ります。主なる神イエスよ。今日この時間も、心から、真実にあなたの御言葉と御声を信仰によって受け入れたいと今私たちは思っております。まず、そう思っていながらも生活の現場ではつい自分勝手に行ってしまう罪を今悔い改めて、汚れたままあなたの御前に出て、あなたに悲しまれる、怒られることがないようにと。すべての罪を今この時間、悔い改めますので、主イエスよ、あなたは十字架の上で流された血潮によって、洗いざらい、すべての罪を清めてください。清められた私たちの霊魂が、あなたの聖霊の助けと、熱い働きの中で、あなたの御声を聞くことができますように、御心を悟ることができますように、御心通りに信仰生活をすることができますように、助けてください。この時間まで、あなたの皆と関わりを持てずに、自分なりの信仰生活をしてきたすべての罪も悔い改めますので、許してください。これから、後、御国が去り、あなたの御国に移される瞬間にまで、私たちは、あなたの御心にふさわしいものとして生まれ変わりたいと、今、決心しましたので、助けてください。イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。最近、アメリカにあった、ある教会の証を皆さんに紹介します。よく聞いて、皆さんにはこういった、間違いが
絶対にないように気をつけてほしい。アメリカに約1万人が集まる大きな教会がありまして、その教会の牧師が新しく赴任されるようになった日のことなんです。その新しい牧師として1万人も集まる教会の牧師として赴任されるスティッペックという牧師が、その日の朝、その教会の周りをうろうろホームレスの姿に変身して歩いていました。しかし誰もそのホームレスの姿に変わっているスティッペック牧師に関心を寄せてくれる人がいなかったもんで、この牧師の方からその教会に入っていく人々に近づいてきまして、ちょっと食べ物を買いたいのですが、こちらにでもお願いできますかと物乞いをしましたけれども、たったの3名だけが振り向いてくれた。あとは全部そのまま素通りされてしまった。1万人も集まる教会の信者たちが今イエス様の礼拝に参きながら、その教会の前をうろうろしているホームレス姿の人に関心を寄せる人がたったの3名しかなかった。その牧師は礼拝の時間になりましたので、ホームレスの姿のまま教会の礼拝堂に入って、一番真ん前に行って座ろうとした時に、礼拝準備委員の皆さんに止められて、みんな嫌な視線を浴びながら、一番後ろの末席にやっと腰をかけることができた。その冷たい視線を感じながら礼拝は始まり、いよいよ新しく赴任する牧師を紹介する時間となりました。その時にこの牧師はホームレスの姿のままで祭壇に登った。みんながびっくり仰天、もう驚愕に耐えない瞬間だったそうです。新しく紹介された牧師はホームレスの姿です。いや、ホームレスだった。この牧師はマタイ25の31から40節までの貧しい人々、病んでる人々、囚われてる人々、飢えたり乾いたりしている人々へ、この小さな兄弟の中でも一番小さなみすぼらしい惨めな者どもにやったことが、私イエスキリストに行ったことだという聖書の箇所を読み上げて、こういう感想をあと述べたんです。今朝この教会の前で起きたこと、それを私は自分で見た通りのことを皆さんに紹介します。この教会は確かに多くの人が集まる教会でした。しかし私が見た限り、この教会はイエス・キリストの教会ではなかったんです。と言います。その牧師の話を聞いて、ある人はむせび泣きながら、罪を悔い改めない。ほとんどの人が頭を下げて、恥ずかしがりながら、良心の呵責を覚えて、だと。もう、しかし本当は、その心の中を探ってみれば、本当に罪を認めて悔い改めた人が何人いたのかはまだわかりませんが、とにかく、ポロポロ涙を流す人がたくさん出てきたという話はあります。人はたくさん集まっても、たったの3名が、しか、貧しい人々への、
心を開いて、イエスキリストが口を開いて語られた、イエスキリストのお言葉に、通りに生きようとした、信仰を見せようとした人は、1万人のうち3名しかなかった。これはこの教会だけの話じゃなくて、全世界にある、神の教会の話でもあると私は思いますね。と言いたいのは、主の皆を呼ぶ人はいっぱいいますが、それは全部主のものではないということ。主の十字架を書かれた教会いっぱいありますが、名前はイエス・キリスト教という看板書かれた教会たくさんありますが、そのすべてが、いや、ほとんどが、イエス・キリストの教会ではない可能性があるということ。これはもう現実の中で毎日のように、目の前で見ている通りです。別にこういった証は、何かを根拠にするために、客観性を持つために、証はするものの、こんな証本当はいらないの。もう毎日見てんだもん、この目で。たった5分、話し合ってみると、その人の中が見えるの。本物だろうか、偽りだろうか。信仰があるか、信仰がないか。イエスを主として信じるか、信じてないのか。特殊な目にも見えるの。その口から出る話を5分くらい聞いていれば、私の目にも見るんだけども、それが万軍の主なる神、イエス・キリストの目に映らないとでも思ってるのかと。今日の聖書は叱責しています。神様が一番送っているのは、まだ信じない人じゃなくて、信じながら主の皆を偽っている人々、偽って信仰生活している人々。こういった人々に、まず信じない人々に、このマムシの子らよという説教を聞いたことない、イエス様の。信じてる者の中でも一番かっこつけてる者の中に、マムシの子らよ。どうしてお前らが地獄の裁きから逃れるだろうと。誰がそう言ったのか、誰がそう教えたのか。逃れられはしないって意味で。神様が一番嫌うのは偽りなんです、偽り。なぜかと、なぜ一割を嫌いですか？一割の父は悪魔だし。一割というもの、こと自体が悪魔から出発して悪魔に立ち返るものが一割であり、それは主から出てないから。神の平和な御国を、その統治体制を、誰もそれに逆らってない時に、それに逆らった悪魔が一割の父なの。言い換えれば、神様が一番喜ばれるのは、清くて真実なことなの。偽りがないということなの。別に主が皆さんと私に、天地万物を揺るがせるような、権威と力とそういった信仰なんか求めてませんよ。たったの枯らし種一粒の、枯らし種一粒は目にも見えません。これが目に見えますか？これが目に見えますか？皆さんの視力が 7.0 じゃない限り、これ見えるはずじゃない。心が清いでは見えるの。困ったもんだな。心が暗くて。これ、枯らし種ぐらいの小さな信仰であってもいいから、強くて真実で、一割のないような信仰を我が主の前に見せなさいと。これが神様に一番喜ばれる信仰だろうと。信じたいと思ったならば、あなたの神イエス様に、心の清い心と真実、一割を除いて、アーメンと称して、アーメンと言った通りに、信仰生活ができますように、イエス様の皆で祝福いたします。ちょっと今日休んだ。来週から来ればよかったのに。こういう話をアーメンと言ってから守らないと、ちょっと気になるし大変だな。できれば神の言葉は、避けようとする神の言葉はできれば。神の言葉を守るために山川を歩き回りながら、真理がどこにあるのか、エキスのような真理の言葉ばっかり聞くために、皆さんと私は命までかける必要があろうと、
信じて、それを実際に行う必要があります。なぜかというと、世には真理が存在しませんから。世にある教会にも真理が語られていませんから。1万人が集まっても、真理を守る人は3名しかなかったということは、これは他人の話ではありませんよ。今の地上にある神の教会の話、最後的な教会の話、皆さんは三名のうちに入る人になりますように、イエス・キリストの名で祝福します。アメン。本当はこう祝福します。しかしこれから、こう祝福します。皆さんの信仰を見せないといけないの。牧師がこんなことやってても意味がないの。無理やり食べさせようとしても意味がない。これからこうやります。祝福します。自分の信仰で天の御国は奪い取るために挑戦しないといけない、自分の信仰で。食べなさい、食べなさい、祝福のエキスをと言ってます。いや、食べはしません。ITK の出発で取りときます、これ。死ぬまでと。こういうクリスチャンいっぱいいますよ。え？偉そうに。ハレルヤ。主は誰を喜ばれると言いました？みんな一緒に。清くて、偽りなく、真実な人の信仰。清くて真実であるならば、大きな信仰を入りはしませんよ。みんな一緒に。からしたね。一つもとの信仰だっていいそうですよ。隣に。アーメンできますか？からしたね、一つもでもいいから。変わらないで、ずっと最後まで一割をなくして、神様を主として使える信仰に立っていれば、それに報いて、応えて、祝福してくださるという約束が、どこにありますか？どこにありますか？牧師が祈ればそこから天下なんか光が照らされますか？そんなことありませんよ。ここにあり。ここにあります、ここに。ん？ああ、教会来たばかりだと、俺は弱いと、年取ったと、文句言うなよ。全部あるの、これ。目が見えない人は、拡大鏡もあるの。それでも目が見えない人は、こんな大きな聖書もあるの。それでも目が見えない人は、もう目閉じなさいよ。耳で聞く選手あげるか。文句が多いし、当日が多いの。昨日遅く寝たから、今日朝寝坊しました。朝6時から寝ても、1000万円あげるからって言えば寝ずに来るだろ、寝ずに。皆さん、果たして皆さんが、イエス様信じてるの？イエス様を主として信じてるの、主として。アメン、よく言うわよ、よく言うわ。なんで彼女の顔を見るの？こっち見ないで。イエス様に集中してます、イエス様に。あ、冗談じゃありません、冗談じゃありません。深刻なの。ホームレス伝道14年前からやってみて、私はっきり見てきましたよ。人々がイエス様信じないこと。教会に通う人々がイエス様信じないの。主として信じない、主として。まだ新牧師ホームレス伝道まだやりますか？え？なんでやめるべきですか？もう10年もやったでしょ。10年もやったならば、あとは皆さんの命捨ててもいいですか、神様が？あるいはずーっと守るべきですか？ホームレスの人を救うべき人の劣化だと思わないの。クリスチャンたちが。お坊さんは通りかかったお坊さんは、あ、いいことやってますねと褒めてもらえるの。とんでもない牧師たちは、まだやってるの？まだ、これが回転できない人は、後から聞いて、後から。ホームレスやってみればね、クリスチャンたちの中に、イエス様を主として使える信仰がないことが、もう目に見えてる、目に見えてる。うちの教会、1年以上回転ながら、まだ、上野にも銀座にも一度も顔出してない人、今、こうやってみなさいよ。今、そこに来てる人々はイエス様なのに、
イエス様に対しての心は、これっぽっちも見せようとしないで。ストップが美味しい。近所のあのお店美味しいわ。こんなことばっかりやってる時に、イエス様は、よし。俺が銀座で上野で、喉乾いて、お腹空かしているのに、自分たちばっかり美味しそうくれ、歩き回ってる。一年間血の果てに教会通っていながら、ホームレスを逮捕的にやってる教会に通っていながらも、まだ神を敬う、神の御言葉を守る、姿を一年中、一年も経っても見たことない。今、全部悔い改めないと。これ、後から神様に裁かれること、可能性があること、今、悟ります。ように、イエスの皆で祝福します。信じたければ信じて、信じたくなければもう、口に閉じてもいいの。私はね、真理なら何でも語りたいと思っているの。なぜかというと、悔いが残らぬように、あの時、言ってあげればよかったのに、と。なぜ人々が滅んでいく姿が見える。人々が滅んでいく姿が見えるの。神の子として正しい行いを見せて、白い衣に着替えるべき人々が、まだ黒い、復讐のまま、サタンの子のまま歩く人がいっぱいいるの。信じたいと思ったならば、今心に手を置いて、アーメンと握手を、イエス様に送って、今日から、どこから間違ったのか、どこから落ちたのか、何が自分の人生に、信仰生活に問題なのかを、心を裂きながら、悔い改めて、全部洗いざらい罪を、雑草のように取り除いて、この中にしまっておくと大変なの、大変。全部悔い改めて取り除いて、皆さんの、霊的な歩き方を軽くする、軽くする必要があります。なんで罪がこの中に溜まってると、天に打ち上げられないの。重くて地獄に落ちるの。こういう話がわかるでしょ。ある人は、死んでいきながらも最後に。あともう死が目の前に来てるのに、それでも見事は守らないまま。引き出しの中にしまっておいて、そのままに。こういう人も俺は見たの、この目で。人が神の心を悟らないと。ほんで、イエスを主として本当に心から信じないと、皆さん、自信満々、許されませんよ。目の前に死が訪れてきても見えないの。それでもわかんないの。それでもまた自分がこの世で長生きできると思ってるの。あと、1、2時間で死ぬのに。それでも自分のために、とっておくの自分のために、神様には、関心がないの、関心が。こういうと私はこの目で見て、この目で。そして普段、心の畑を耕して、神の言葉がまかれた時に、30倍、60倍、100倍、一言の言葉が与えられたら、もう心が燃えちゃってよ。一言の言葉。神の言葉一つが皆さんの心を燃やして、その一つの言葉によって、一日に、いや、一ヶ月も二年も。私はね、はっきり自慢ではないんですが、神の命令が与えられたら、それが終わるまで、これを守り続ける。途中でやめたことないの、今まで。しかし、結果が出るの、結果が出る。必ず結果が出るの、必ず。なぜ、イエスは主だから、イエスは主。主という言葉の意味がお分かりですか？病院に行って、お医者が、ああ、これは糖尿病薬、これは肝の薬。これは、ね、肝。これは頭痛の薬だとか。食後に毎日、飲めとか、一日二回飲めとか。こういうお医者の説明など、あるいは説明書などもらってくると思う。必ずこれ守る、必ず。まだ飲んでないよ。お医者は、一日三回飲めって言ったよ、三回。これを、いいや、こんなのどうでもいいや、私は祈る。こういう決断、この教会でしか 見ることはできない。ほとんどない、ほとんどない。お医者の言うことを皆さん、魚の人見たことあれば、ちょっと強すぎてよ、私は。私は、一言、その方に教えてもらう。私の先生として使いますから。難しいよ、この日本で。
言葉言って、上司、あるいは社長、あるいは責任者の話。ほとんど逆らわないの。ほとんど言われた通りなの。ほとんど言われた通り。なんで？逆らったら、こうなるかね。ほとんど、たまに逆らう人もいるけども、うん、ほとんどもうその通りに従うの。しかし、イエス・キリストの御言葉だけは、できれば、守りたくない、できれば。できれば、聞かなかったことにしま、したい。これが、世にあるクリスチャンたちの心の中の。もちろん、この中には一人もそういう人がいないことを信じます。今、悔やためたの？こういうふうに聞くときには、ん？牧師はそう宣言するから、その瞬間悔やためればいいの。一秒前までは、この話聞く前までは、とんでもない人間でしたけども、悔やためはもう時間かかりませんから、一秒でもいいから、悔やためます。それから、心で悔やためです。それで、すぐ雨と言えばいいの、それで。もし、冗談のような話だけども、聞きにそれは聞き目がありますから、聞き目があります。皆さんは恥ずかしめるために言ってるわけじゃなくて、皆さんを永遠に、汚れもなく、傷もなく、神の御子にふさわしい、絶対に立ち直しない、神の子に作り上げるために言ってる。イエス・キリストが地獄の子だと言ったときには、地獄行ってってみなくて、だから地をつけなさい。そこから出なさいってね、そこから出なさい。皆さん運転してみると、急カーブのところは、必ず頭蓋骨の根があったりするでしょ？急カーブ。運転してて急カーブだとか、うん、崖だとかあるところは、うん、看板にあるでしょ？頭蓋骨。見たことありませんか？気をつけないとあんたもこの世になるって意味ですよ。なりなさいじゃなくて、だから気をつけて安全運転しなさい。速度を落としなさいって意味です。これでもわかりませんか？こんな例えまでいりますか？こんな例えいるの？なんで、祝福受けなさいと言ったら、いや、牧師は呪われよと言ったよと言いふらす人がいるからよ。この中にはいないことを信じます。今、悔やたみました？ああ、こんなこと全部守れば、俺どうやって生きて、生活できますかと。これを守りなさいって言われたら、もう生活できなくなると思って。それは呪いの言葉だと思っているの。日曜日教会行きなさいって言えば、じゃあ、仕事を辞めるって意味ですか。辞めなさいよ。天国行きたいと思うならば。じゃあ、どうして食っていきますか。死ねばいいじゃん。天国が待ってるから。こんな人間に話はできないでしょ。日曜日教会行きなさいって言ったのに、じゃあ仕事辞めるという意味ですか。じゃあ仕事続ければ神とはいつ神信仰を見せるの。天肉信仰はいつ作るの。それを許せと許せと許せと。見事を守って地獄に向かう。この道を邪魔するなって言って邪魔するなと。しかし俺は申し訳ありませんが邪魔したいんだよ。死ねば天国なのに、イエス様への信仰があるのか、ないのか。ああ、日曜日休んで、勝手に教会来たら、あと首だから。何十万円の給料に命かけたじゃないの、その人。何十万円の給料に。命かけてる、命かけて。本当に手を置いて考えてみればわかるの。イエス様を主として信じてるのか。毎週日曜日はタイトル法に行ってタイトルと発見する。もうあなただけと。他の人だけはあなたにはそれが許されてる。土曜日から寝ないでしょ、土曜日から。土曜日から寝ずに準備していくはずなの、毎週喜んで。誰も聞いてないのよ。俺タイトル法に行くよ。俺聞いてないよ、お前。聞いてなくてもう自慢するはずだ、自慢するはずだ。自分がタイトルと毎週日曜日はもう合ってることに、そういう中が、間からだということを、誰も聞いてないのに言うのに、言うのに、証しをするんだよ。
絶対にイエス様に対しては証しない、口を閉じておいて、こういう人がいるでしょうか、いないでしょうか。海の砂の数ほどたくさんいる。皆さん、イエス様を信じてますか？イエス様は皆さんの友達ですか？イエス様の友達だと教えてる人間どもがいるの。イエス様がマリアの子供だと教えてる人間もいるし、イエス様は十字架にかかれると教える人もいるの。イエス様は十字架におられませんよ。なんで十字架にかかったイエスを眺めるの？それはカトリックでしょ。私たちは今天におられ、私たちの中に聖霊によっておられるイエスを信じているの。十字架にかかったイエスとあなたとどんな関わりあるの？この苦しんでるイエスが皆さんとどんな関わりあるの？それを全部終えて、今天におられるイエスが皆さんと私の救い主なの。この方は天におられ、しかし世の終わりに再び来るの、迎えに行くの、迎えに裁きに行くの。だからその方が主なの。主十字架にかかってまだ血を流して、あえいでる、苦しんでるイエス様だったら、皆さんと私の主ではありませんよ。ただの一見にえなの、ただの一見にえ。意味はわかりますか？すごいぐらい難しい話ですよ。しかし、あなたはわかると信じます。アメン。そんなイエスを教えてるから、イエス様に対する心があっちこむのないし、イエスを尊敬する、そういった信仰もありませんし、イエスを恐れる心も信仰も、この中に入ってこないの、入ってこない。イエス様は、パン種の人なの。パンの脳なの。イエス様に匹敵できるものは、一人も存在しません、しませんよ。この世にも、後の世にも。イエス様は、すべての世を作った作り主の神の名前でこの世に来られた神ご自身ですよ。その方が我々の救い主となられたし、癒し主、助け主となられましたし、そして今度は裁き主ですよ。そして永遠に命を与える統治者の主でありますよ。すべての主権はイエスの御手にありますから。与えることもできるし、奪うこともできる唯一の方が、与えも奪いもできる唯一の神はイエス・キリストですよ。他には神がおられませんよ。その方を主として信じてますか？主として。主として信じてるならば、文句が多い。不平もんが多い。口をこぼすのが多い。主として信じてない人々の話な、俺は。日曜日は教会で会おうとその主がおっしゃったのに、なんでその中に文句が入るの、文句が。仕事どうのこうのと、なんで当日をつくの。主として使えてないからね。問題は、これは、結果が、カナダでの結果が、心より偽りなく、主として日々の行いの中で、イエスに使えた人は、命と幸いと祝福なの、永遠に。しかし、いちいち口実つくなが、神から逃げ回った、イエス様から逃げ回った人は、今度は裁きの対象となると皆さん忘れてはなりません、これは。イエス様が裁く権威がなかったら、私、イエス様はやめますよ。天国を与えてくれるものを裁いて地獄に投げる、こういった権威がイエス様にないとすれば、私は、国へ帰ります。牧師やめて。私が一番、この間うちの友達が言いましたね。あ、まるで、新牧師は世には怖いものがないような人ですね。それで、それで私が即座に言った、もう待っていました。待っていたからに、この世には怖いものありません、俺は。ただ、イエス様だけが怖いんだ。イエス様だけが怖いの。なんで、イエス様が主だから主。命も幸せも祝福も知恵も知識も力も健康も、すべてが主イエスから出てきて、主イエスに立ち返るし、そしてイエスはまた裁きの主でもある。イエス様には、イエス様には逆らいができないの。イエス様に万が一でも捨てられ、怒られ、万が一でも認められないことがもしあるとしたら、それが一番怖いことなの。イエス様だけが怖いし、あとは怖いものないんですよ、俺は。ちょうど神様が私を心を確かめるかのように、友達の口を閉じてもう一回、
もう一回その話聞いたら、私もう泣けてきたの、泣けてきた。まだ聞くんですか？夢の中でも確かめられるし、運転してても確かめられるの。それで私は言うの。イエス様はご存知でしょう。私があなたのことをどれぐらい愛してるのをご存知でしょう。人は知らなくても主はご存知でしょうと言うと、もう泣けてくるの。胸いっぱい。なんで主が答えてる、聖霊様。分かってるよ、分かってるよ。でもお前との愛を確かめたい、確かめたい。隣に聞いてみて、見よう。俺愛してるのを聞いてみて。愛する人がいればよ。別に黙ってても聞くんだよ、聞くんだよ。愛してるの？うちの様には今も聞いてる、今も聞いてる。もう年でも私のことは一番綺麗なの？よく聞くよ。そうすると俺はもう待っていたからね、待っていた。うん、あんたが一番だよ、君が。ハレルヤ。そうするとお互い様、幸せになるよ。愛は確かめ合わないと愛は存在できなくなるの。愛は確かめ合うときに愛は燃えるの。それでそこから燃える愛からエネルギーが出てくるの。じゃあ隣に来て。今も俺愛してるの？言葉を惜しまないでこういうときは、ああ、もちろん。あんたしかないよ。ハレルヤ。だって昨日怒ったじゃないか。そう。あんたしかないから怒ったよ。イエス様が、なんで皆さん、なんで様が皆さんしつこく、いや、表現悪いけど、しつこいほどイエス様が妬んでるの。私たちの心が、他へ行くのを、イエス様を絶対見てられないのも、しつこいほど妬むほど、私たちを思い慕って愛しておられるイエス様が熱く熱く、それはなぜかというと、簡単に言うと、イエス様の命を懸けたから。命を懸けて愛したもんだから。もう、あんたがないとダメだ、イエス様は。他にも人がたくさんいるんけども、あんたがないとダメだと。あんたがないとダメだと、イエス様が。それほどもう命を懸けて懸けがえないほど愛してるから、妬んでおられる妬んで。よそには、譲りたくないのは悪魔には、この世には、皆さんの人生よ、ハレルヤ。それでも、アーメン的なくて、閉じてる人、YKK で口を。ちょっと開きなさい。いい加減に。もう一度チャンスあげる。ネタもほどイエスを、が愛しておられるのが、なぜなのか。あんたしかないからだ。悟った人だけが、アーメンと口をもう一度イエス様に送り。いちいち様が日曜日は早く会いましょうと、これ、いちいちそのわけだめにかけなくても、自ら進んで早く起きて、イエス様の前に来るべきだ。ちょっと答えないと、愛は答えないといけない。確かめ合わないと、答えがないといけないの。ラブコールをすればそれに答えないといけない。愛は行いをもって、証明されるから。イエス様がおっしゃいました。あなた方が私を愛したいと思うならば、私の口から出た言葉をちょっと守りなさいよ、守りなさい。それで、あなたが私を愛することがわかるからと。絶対に見事は読みも聞きも守りもしないくせに、イエス様が私の心をご存知だわ。それぐらい私の心がイエス様のことを愛してるかご存知だわ。あっち行け。この言っちゃ悪いものよ。イエス様はこの世に判断される、この世に。信じますか？職場で一言言われたら、もう命を懸けて仕事しながら、イエス様の見事には反応ができない人。問題大きくあり。大きく。皆さん、イエス様が受け入れる人を、受け入れない人がいる。昨日も主が見せたの、ある人はもう裸で裸で。ある人はもう全部、ある人は下半身裸、ある人は丸ごと裸。裸で静電で寝てるの、裸で。ほんで俺は通りかかって裸で寝てるから、ああ、みっともないなと思って、
どうしたんでしょう。布団かけたんです、布団。布団。お布団をかけてあげたの。裸で寝てるから。神様が見てるのに、裸なのか、白い服を着てるか、あるいはまだ黒い服を着てるのか。神様と関係ない。もう正体なく正体なく裸ね。いびきまでかけたら。それが女性だったならば、さぞ美しいでしょう。隠しきれないイエスの前での我々の霊の姿。主はなんでそれを牧師に見せてくださるの？羊の群れ、羊の群れの様子を私が伺わないといけないから。皆さんが今どういう霊の状態なのか知らないで、向こうに向かって説教しちゃいけませんからよ。皆さんに向かって説教するためには、皆さんの霊の状態を知らないといけない。だから主が見せてください、主が。ただ手も人に言い下さないで、これ閉じておくから心配しないで。先生、私も裸でしたかとか聞かないで聞かないでよ。そう聞きたいとなった人はもう裸ですよ、あなたは。自信がないという、自信がない。アメン。牧師はもう見たこと皆さんの秘密守りますから、それには安心して、それには。ただ、神様がそう見てるということを、これは本当にね、心配しないといけないの。心配しないと。よろしいですか？イエスのことは、探しの下から、恐れかしこみながらイエス様に服従。従順じゃありませんよ。もう、嫌な、嫌でも、王でも、服従でもいいですよ、服従。服従は何ですか？従順は、見てからそれで喜びを持って感謝の中で、ハレルヤーって言いながら、従っていくのは従順と言えば、服従は、嫌ながら、無理やり、強いられて、しかし従う。これは服従なの。服従でも、嫌でも、王でも、服従しとるべきです、服従。それも恐れかしこみながら、頭では納得できないんだけども、頭で、ね、納得できる時を待つと、死んで悪霊になるまでできないのは納得が。だから信仰が欲しい、信仰が欲しい。アーメン。恐れかしこみながら服従しなさいと、フィリポ2の12節にありますよ。14節にはどんな言葉があるのか。何事にも、何でも、不平不満、文句言わないで、その通りに行いなさい。これがイエスを主として使え、イエス様から約束された祝福を約束通りに与えていただけるような信仰の準備なの、信仰の準備。何が？服従し、どうやって服従する？嫌でも王でも納得できなくても、頭が納得できなかったら頭をカットしなさい。意味がわかりますか？ああ、なんであの人うちの教会来てるの？この目がそんなこと言ってるんだったら、この目、面談は取り出しなさい。なんで、救われるためにそうしなさい。聖書が厳しく言ってるのは、間違いなくこうなるから、警戒しなさいって意味です。アメン。聖書が記録してるような、滅びた人の話だとか、あるいはイエスの口から出る、刃の剣のようなそういう厳しい言葉が他の宗教の教典には存在しませんよ。なんで彼らはピチレイク1割で当然1割だから歓迎説ばかり語ればいいの。しかし、イエスの口から出る剣のような言葉は、ある話を気づいてないから、ある世界に気づいてないから、それを、はっきりと、私たちに悟してくださるために。イエスキリストの話はもうズバリありのまんま。厳しいところはとことまで厳しいことをそのまま伝えてるし。もう天の御国に対してあんまり語られてないね。入ればびっくり仰天するように。しかし地獄は火の中だ。水一滴も存在しない。皆さん火の熱さだけを感じるところは地獄じゃないよ。飢えて飲みたくてたまらないし、永遠に。水一滴もないから。火の中で。食べたくてたまらない。今、三日断食もできない人々よ。地獄に行かないように頑張ってよ、今のうちに。地獄行ったら三日断食で永遠に断食なのか、永遠に断食。死んでもそういうの感じますか？
復活は命の復活も裁きの復活も時間の樹齢はあっても両方とも実在による復活でこの体を持って永遠に生きる体を持って地獄にも天国にも入っていこうと今のうちに信じますように。だから立夏断食じゃなくて永遠に断食する自信がないとは今のうちに文句なしに神様に従う人になりますように。永遠に断食だから水も飲めない断食、水も水一滴も飲めない断食だからよ地獄は。それだけですか？悪臭。頭がパニな、パニックになりそうな、そんな悪臭。耐えられない匂い。それに悪魔の恐怖。悪魔の声を聞くだけでも、鳥肌が立って。鳥肌立つどころか、もう、精神がおかしくなりそうな。それが悪魔の恐怖なの。こういったすべて悪いものは全部、新鮮な空気、存在もしませんよ。もう息が詰まると苦しい。この悪いものは全部集結している場所が地獄の神学です。先生、そんな話は聖書に特になりますか？信じたくなければやめなさいよ。信じなければいいでしょ。しかし、信じたいと思う人は命を捨てて、そこへ行かなければ行かなければ。いかなくて天国へ入る信仰に立てばいいよ、立てば。ただ、牧師も、見たことを聞いたことを今語ってますよ。見たことを聞いたことを語ってます。私が行ってきたところを話してます。何度も地獄も天国も、たくさん味わいましたよ。そして、イエス様との、イエス様はね、もう、シュッと言っても、この方はすごい優しくて、ある時はすごい厳しい。イエス様が友達だと教えてるから、母、マリアの胸に抱かれてる子供のイエスだと思ってるから、数時間の高田イエス様だと思ってるから、みんながイエス様に対しての態度がいい加減ない、いい加減。イエス様が友達だと教えて、みんな感謝的です。イエス様が私たちの友達になってた。みんな一緒に、そんなバカ言うなよ。アメン！そう、イエス様を友達だと、イエス様の名前を呼んで、呼び捨てて呼んで、おい、イエス、いいの？それで、おい、こっち来いよ。あそこじゃないか。これでもいいの？これでも。そんなバカ言うなよ。イエス様が友達を許したところは、こういう理由で許したの。私の言葉を思う、あ、守るも、行うもの。イエスの言葉を行う者、すなわちそれが私の友だと。なんでそれが友なの？友達ならなんで友達の言葉を守るの？その説明が後にあります。イエスの言葉を守る者がイエスの友となるんだけども、その時の友という意味はどういう意味ですか？主人ならば、こそこそありの話。秘められた秘密を全部言わない、言ってくれない。ん？主人と奴隷の関係ならば。主と下上の関係ならば。しかし、友の関係ならば、秘密を心の中まで打ち明けて全部言ってくれる。こういう意味で、イエスの言葉を守る人を友と呼ぶんだ。という意味で、イエスの秘められた秘密を託さず教えてくださるという意味だよ。そういう意味で友達のように心を打ち明けて、隠れていたことまで教えてくださる。そういう意味で友達のように隠さないで教えるという意味で、友と言ってるだけで、我々が考えているのはそういうフレンド、そういう友達の関係を意味してるじゃないのに、友達扱いしてセットしてるんだから、イエス様に対して恐れかしこむ心が湧いてこない、湧いてこない。イエス様のことを軽んじて軽んじて。今日も聖書で読んだしよ。あんた方が私は親と主だと思ってながら、私の名前を軽んじてる、無視してる、軽蔑してる。そんな人間どもの生贄、信仰、私が受け入れはしないと、はっきり主が断っていますよ。なんでイエス様が友達だと教えてるの？聖書を最後まで読んでないからね。その前は読んで、あと一行、あとは読んでないから、読んでないから。みんな知らん、聖書は、まともに読むべきだ。
拾い読みしちゃいけない。好き勝手なところばっかり拾い読んじゃいけないの、聖書は。全体的にまともによって、神の御心を全体的に悟って、まともな信仰を作らないと、びっこになるの、信仰はびっこになる。ハレルヤはできますか？今。ですから、イエス様を敬えば、イエス様から約束された者が相当徹する祝福がありますよ。しかし、イエスを敬わないから、どんなことが起きるのか。ヨハネ、コリント一の手紙の11章の29から32節にある話を簡単に紹介しますので、心に留めておきなさい。イエスの本体ではなくて、イエスの代わりに与えられる、生産式のパンとか葡萄酒。それはイエスの代わりもの代わり。天に昇ったイエスが、その御体の代わりに私たちに与えたものが、約束、与えたものが、パンと葡萄酒であります。アメン。もちろんこれはイエスの体ではありませんよ。そうだと信じて飲み食いするわけです。葡萄酒を見て、イエスの血だと。それで、パンを見て、イエスの肉だと。そう信じて、イエスのことを信じて飲み食いするわ。口に入るのは、葡萄酒とパンだけども、イエスが我々なりに自分の血と自分の体を与えてくれたことを信じて行いなの、これは。アメン。しかし、イエスが自分の体の代わりに、与えた、そして飲み食いしなさいと言った、パンと葡萄酒を飲み食いするときに、自分の罪をわきまえずに、すなわち、自分の罪を悟って、悔い改めないで、汚れたまま、罪人のまま、それを飲み食いすると、自分に対しての罪を飲み食いすることになるとあります。その結果、あなた方の中に、弱い者がおり、また病んでる者もおり、多くの者がもうすでに死んじゃってる。汚れたまま、イエスの生産に預かり、イエスの血潮とパンを飲み食いする人は、罪のままそういったことをやってるから、もう、いろんな意味で弱くなってるし、いろんな意味で病弱してるし、ひどい場合はもう死んでる人もいると。そう簡単に、イエスを感じても、いいような方ではないと言うんですよ。イエス様は、まず罪を悔い改めてから、清くて真実な、偽りのない信仰によって、イエス様には近づくべきだという意味ですよ。アメン。勝手に軽い気持ちで近づいたら、クリスチャンであっても、いろんな不幸なことが起きると、もう起きているという意味で起きている。こういったすごい主なのに、イエスを軽く考えてるから、信仰が成長しない、選挙しない。10年通っても、5年通っても、うちに1年通った人と、いい加減に10年通った人と変わりがない、変わりが。うちの教会来たならば、皆さん生まれ変わりなさいよ。生まれ変わりたくない、主の子供になりたくない、天の御国に望みがない人は、うちに来なくてもいい、あなたは。ここへ、僕もね、そういう人がね、いればよ、いれば。うちの業界通う理由があるとすれば、はっきりと生まれ変わって、いつでも天に入る信仰を作って、それを維持するために、この業界には来る必要があるの。そうじゃないと、ここまで来ることなく、近いところに行きなさい。日曜日出席しなくてもうるさくない業界。礼拝の時に、あくび、あとは、居眠りしても、まあ別に、勝手に振る舞える、どこでも行ってもいいの。しかし、見事は通り生きて、必ず生まれ変わって、生まれ変わりを完成しないと天に入れないという、正しい信仰を持って、自分の人生を永遠に、信仰によって、完成したいと。間違いなく、夢の中でも、達得者になりたくないと思う人だけは、この教会にぜひ来てください、ぜひ。これは時間が経ってれば、皆さんの目に見えるような、時間が経つと。皆さんの目に見えるようになる、見えるように。ここにいる人が、ある人がここに、
こんな話は嫌で逃げたの。8年前。でもこんな嫌な話を聞くためにまだ6年ぶりに戻ったの。今はしもべになる準備をしてるの。これでも意味がわかんないでしょ。ハレルヤ。みんな一緒に拳を握って、必ず、生まれ変わって、イエスを、友達扱いしないで。嫌でも、王でも、頭がついていかなくても、頭を切り捨てながらでも、信仰によって復讐して、神の御国へ、必ず入りたいと、思う人たちが、地の果て宣教協会に来なさい。アメン。イエスを恐れてますか？イエスを信じることは恐れることを敬うことなの。アメン。先ほど彼はここで電話して、電話。何もない時なら電話してもいい、ここで。でも人がもう礼拝の準備して向こうで祈ってるし、ある人は。なのにここで電話してると思う。ここに座って。私は、これすなら降りていきなさいと。でも意味がわかんない、また。それでまた入った。あとから意味がわかったの？それを例えば、君がイエス様になるの？イエス様に。イエス様になりたいよ。イエス様になりたいのか？あるいはイエス様の子供になりたいのか？意味わかる？なんでこんなところでやっていきませんか？いやあ、ここでコーヒー飲んでいきますか？飲んでもいいの。ドッキと、危機があるの。ここ工事やるときはここでも寝てもいいの。工事やるときはここでご飯食べてもいいの。でも礼拝の時となると、祈りの時となったら、性別されます。区別すべきです。ん？人が向こうで祈ってるのに、ここで絞らない。携帯、電話に出てる。こういうのを区別しないと、神の国に入る信仰になれない。牧師がうるさいように見えても、うるさい牧師がいる間に早く信仰を作って、牧師が天に召される前に、早く天に入る信仰を作っておいて、今日牧師が天にいても、皆さん、一人たちはできますように、イエスの皆で祝福いたします。僕はいつでも天に行く準備をしてるの。なんで？準備しててもいけませんから、イエス様が来られるまで、ただ、イエス様がいつ来るかわかりませんから。イエス様が来られる時に、まだ礼拝行こうと、こんなことやってれば、あんたはもう立ち来たもんなの。礼拝、イエス様が来られる時は誰も知らない。その時に自分は何かの力に引っ張られて天に空中に引き上げられれば、お、あの体を解けた瞬間に、体は永遠なるすが、すっぱらしい栄光たる体に変えられて、気がついたら天軍で人イエス様が目に見える。こういう恍惚な世界に入っていくときに、地上に残ってる人はもうあんたは終わりよ、終わり。そのために、毎日今はもう天に行ってもいいような状況を私は作っておくの。寝るときにも必ず、イエス様とこそこそやってから寝るの。寝床についてからも、ヨーブとお休みって言ってからまだイエス様と話が残ってるの。女房にお休み、もう寝ようと言ったからまだイエス様に話が残ってるの。なんで、イエス様と正座にしなきゃいけない。隣にちょっと証言してあげて、酔っ払っても、寝る前に、ちゃんとイエス様とコソコソしてから寝なさいよ。寝てる間に残されたらどうする？寝てる間に。アメン。イエス様より強い人がいれば出てきて、出てきて。イエス様より強い人がいれば出てきなさいよ。いませんか？よかった。世の教会には、イエス様より強い牧師、強い信者がいっぱいいるの。イエス様はここで礼拝するために、皆さん迎えるために待ってるのに、30分遅れてきて、おイエスはどこにいるの？イエスはどこにいる？おぉ、早かったな、と。イエス様は心から恐れかしこむべきだ。アメン。で、主として拝め、拝む。
尊敬しなって、尊敬、尊重。恐れかしこむ心で、何でもしなさい、その通りに従います。これが秘訣なんです、秘訣。アーメン。今日、後ろ半分の人は、悔い改めてよ。家に帰る前に、今、悔い改めて、今日も私は、イエス様が、やっちゃってください。許してください。多めに見てください。来週からイエス様より早く起きますからと。そういう切り替えがないと、そういうふうに切り替えが、今はちょっと納得できないかもしれませんよ。しかし、こういうふうに切り替えていかないと、皆さん、ある瞬間が最後になるの、ある瞬間が。イエス様には、たった一度、これが最後であるその時に、間違いなく、救ってもらうために、イエス様に従っているの。アメン。普段、悪いこといっぱいやってても、すぐさばいて地獄にあげたりしないから、みんな、あげちになってるの、みんなが。しかし、ある瞬間はもう、が来ると、もうこれ以上、今度という今度が来ないの。それが、最後、最後。これが、私たちが肉体の年齢で、長生きすれば、十分今ここにいる人がみんな自分の目で見ることができる、その時代に、イエス様がこの世に再び来られる確率が 99.9999% なの。私はそれに備えてます、それに。信じるならばそれに備えて信じるようにと、イエス様が、それを皆さんに教えなさいと。それを。信じない人を伝道することはすごい大事。しかし、まず信じる皆さんが、そういった準備ができないから、それを先に教えなさいと。それで、まともな信仰を持ってまた出ていっては、他の人も救いなさいと。これが正しい教会のあり方だと、主イエスが私におっしゃいました。文句ある人は手を挙げて、文句ある。文句ないでしょ。イエス様は、外にいる人も救いたいの。でも、今、この中に、囲いの中に、お先に、もうすでに入っているこの人たちが、まだ捨てられること、これ、イエス様がもう耐えられない、これ。なんか、関心がありませんか？皆さんを必ず救いたいのか、イエス様は。まず、この中にいる人。信じますか？しかし、さっき言ったでしょ？頭で。一万人集まっても、神様が即座に裁いたら、三年しか救われる可能性がない人。こういうことたくさんありますよ。プライド、捨てなさい。マリアのように、女よ！人の前でお母さんだと思ってたのに、女よと言われても、喜んで、はい、雨何でもおっしゃってください。何が恥ずかしい、何がって。三種の種の前で。呼ばれるだけでも光栄ですよ。名指して呼ばれるだけでももうマリアは光栄ですよ。お母さんではありませんよ。なんでお母さんの顔してたのに人の前で恥ずかしく、なんでそんなことをおっしゃるのと心で思うならば、マリアは失格者、失格者。なぜ、マリアもイエスのお母さんを、イエスを救い主として、信じ従って天に入るべき一人の女に過ぎないから、イエス様がズバリ、女よ、人の前で。意味分かりましたか？ちょっと人の前で私の顔を立ててくれればよかったのに、イエスよ。こんなことをマリアが思っていたならば、マリアは失格者だから。そんな心の勘違いが、思い違いが一瞬でもあってはならないから、イエス様が目の前で呼ばれた女よ！こうおっしゃったの。マリアを恥ずかしめるためではなくて、マリアを間違いなく永遠に救うために、勘違いさせないためであると。悟った人たちが、アーメンと足を振って。そうしてマリアがイエスを抱いてるの。なんでそういった情を作って拝んでるの。それで、10億以上の、難族の人間どもの霊魂を、全部を惑わして地獄に、投げ込もうとしてる話に、アーメンって言いながら、それが平和だって言って平和だって。みんな一緒に、バカ言うなよ。アーメン。信仰の話は、金くらいの話じゃないの。命の話、命。下手すると命が悪魔の手に逃げられたらもう出てこれませんから、自分では。地獄の入り口に書いてある言葉を紹介します。
まずすべての望みを捨てなさい。なぜ？地獄は入れられた手口がないから、まず。入れられた手口がないから、これっぽちも望みなんかもう一切かつたに捨てなさい。水一滴も踏んだりしない。出ることができないのから。そういうところへ生かしたくないから、天に行く方法を今、伝えてます。教えてるんだから伝えてるの。これは俺の教えじゃないの。イエスの教えを私が代わりに伝えてるの、伝えてる。ハレルヤ。アーメンできますか？今日から、もう寝てもさてもイエスを拝んでよ。イエスを恐れて、イエスを主として、万能の王として、拝みなさい。尊敬しなさい。恐れかしこみながら。よろしいですか？誰が言ったの？友達だと。イエスをそういうふうに、イエスの水準を人間の水準に下げて、引きずり下ろして、イエスを神にしないで、イエスを人間の人にしたいと思っている悪魔の惑わしたことを悟って、そんな話をしている人がいれば、相手が牧師であっても、ちゃんと教えなさいよ、ちゃんと。アメン。それは牧師の前で威張るためだって、その牧師も救うため、救うため。牧師が基準じゃなくて、聖書の言葉が基準ですから。じゃあ、71番じゃなくて、